11時30分まで30秒前、10秒前からいつものように会場に詰めかけた全員で拍手と声でカウントダウン、そして8時間後のチェッカーまで突っ走ろう。15秒前、12 11 19 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。2009テル FIM 世界耐久選手権シリーズ第4戦、コカ・コーラゼロ鈴鹿8時間耐久ロードレース、第32回大会スタートだ。ホールショットはゼッケンナンバー1番秋吉康介だ。全車エンジンかかりました。1コーナーはゼッケンナンバー1番の秋吉康介、2番手には山口達也がつけているようです。3番手は吉村鈴木。さあ、まずはいいスタートが切られました各マシーンです。さあ、現在は東コースから西コースに入っていきます。さて、4番手5番手スタートだった2番と73番がちょっとスタート出遅れているようです。さあ、そして4番手には竹石真也が上がっている。川崎トリックスターだ。竹石真也が現在は第4位。5番手には今73番かな、いや違う、77番です。77番、第5位にはチーム M2R。 さあ、どうやらですね、 M2R こちらの浜口俊幸がどうやら上がってきているようです。先頭は早くも二輪専用試験に入りました西コース。現在先頭はゼッケンナンバー1番の秋吉康介がリードを築いている。早くも後ろをぶっちぎろうというレース展開になってきています。2番手3番手は現在はテールトゥーノーズ。さあ、レースはいよいよスタートしました。8時間後午後7時30分、それまで突っ走っていきます。さあ、4番手争いがテールトゥーノーズ、ゼッケンナンバー77番、その後ろにはゼッケンナンバー32番のモプの元マップサプライの今野か。さあ、今野と3ワイドになってくるが、今野が 130R で第5位に上がった。ゼッケンナンバー32、今野第5位です。先頭帰ってきました。さあ、グランドスタンドの前に帰ってくるゼッケンナンバー1 SCCTSR ホンダ。まずはリードラップを取りますのは秋吉康介。秋吉康介がリードラップを取ります。2番手に山口、3番手に酒井大作、そして4番手には今野が上がった。5番手竹石、6番手には今どうやら濱口です。7番手には畑野、8番手には今野、9番手には津田です。さあ、4番手はどうやら出口ですね。プロとファローパンテーラの出口です。秋吉が転倒だ。秋吉が転倒。2周目に秋吉が転倒です。秋吉がなんと2周目 SG、 まさかのトップ転倒。全く予想だにしない展開になってしまいました。2周目になんとトップを快走していた秋吉康介が S 字の入りでストップ。なんとかエンジンはかかりましたが、クラッチ、左側のクラッチが、レバーが折れている。しかし再スタートだ。再スタート、秋吉再スタート、泥だらけになりながら再スタートです。信じられません、秋吉康介。いやー、こんなことがまさかこの時間帯にあるとは思いもしませんでした。これだからレースは分かりません。さあ、先頭はこれで634番の山口達也。さあ、秋吉康介が脱落という波乱の展開になりました第32回大会。先頭は現在 130R、トップがまもなくカシオトライアングル試験員をアプローチして戻ってきます。ゼッケンナンバー634、山口達也が現在トップ。2番手には吉村、
2番手吉村鈴木、コントロールラインを通過をしていきます。ゼッケンナンバー1番の FCC TSR ホンダはこのままピットに戻ってくるでしょう。さあピットはどういう状況になっているんでしょうか。さあピットはかなり慌ただしいムードになっていると思いますが、この後秋吉康介はピットに戻ってくるはずです。マシンにはダメージがある。小島大志とはこのことです。先頭現在は634番山口達也、どうしても打ち破れなかった秋吉のその壁、打ち破ったんではなく壁がなくなってしまいました。しかしこれもある程度予想していたことなのかも分かりません。あーっと秋吉が再び転倒だ。秋吉試験員だ、再び転倒です。秋吉康介が再び転倒、ピットロードだ、ピットロードで転倒、ありえない。秋吉完全に我を失ってしまった。秋吉焦るな、焦るな秋吉、まだまだ8時間先は長い、マシンを直せ、まだ7時間と54分ある、7時間54分走り抜け、今ピットロードに戻ってきます。秋吉康介、さあ TSR のメカニック、ここからは腕の見せ所。さあ傷だらけになった秋吉とバイクは今ピットに戻ってきました。ガレージに入れてしまうとこれはこれから作業がガレージの中で行われるということですね。そうです、ガレージの中です。右側にはですね、草がとか砂利とか入り込んでまして、ダメージを受けているのは左側ですね。さあ、今とりあえず、右左両方ダメージを負ってしまうことになります。スクーカーブでは左側を下にして転倒しました。そして今度はピットロードでは右側を下にして転倒してしまいましたので、両方にダメージを負ってしまった。これはメカニックにとりましてはちょっと痛いですね。片側だけだとまだ作業も減るんですが、両方だと作業が倍になっちゃいます。さあレースは現在3周を終了して4周目に入っています。先頭は山口達也、2番手には酒井大作、ハルクプロと現在は吉村のガチンコ勝負になっています。先頭争いはその差コンマ0秒248、そして2番手と3番手の差は現在は8秒以上あります。8秒以上、2番手3番手。さあ1周目、秋吉康介のリプレイ、あー縁石引っかかった、S 字で縁石、残念ながら秋吉ちょっと1周目2周目、1周目は良かったんですが2周目ペースが上がってきたところでステップが引っかかりましたかね、ステップかカウルか縁石の上で引っかかってしまいました。ピットですが、どうぞ。とりあえずハンドル変えますね、それからリアのスイングアームもかなりアジャスターの部分があるじゃないですか、そこの部分にも砂利が詰まってまして、それを取り除く作業が行われております。右側のハンドルもこれで外されまして、それから右側の、カウルの間のところにですね、砂利が入ってますから、まずはそれを取り除いています。以上です。はい、わかりました。いや信じられないですね。でもね、本当に小島大志ということです。さてトップ2優勝争いは結構今この2台に絞られた感じもしないでもないですが、まだまだこの2台だって何が起こるか分かんないですからね。この後の天候の変化による大波乱もあります。さあ第32回大会2009